皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート279やっていきましょう。今回は発光するイカを運ぶための水中トンネル作っていきたいと思います。そう、ちょっと前に MK さんは村の隣に大きな水族館を作りました。でその後アップデートでウーパールーパーや発光するイカが実装されたんですよね。でウーパールーパーは熱帯魚を食べてしまうという性質があるので一緒に水族館で飼うことはできないんですけど、発光するイカだったら中に入れたら結構綺麗なんじゃないでしょうか。ということで今回は発光するイカを水族館まで運ぶための大きなトンネルを作っていきたいと思います。どういうことかと言いますと、発光するイカっていうのは海の中の暗いところにしか湧かないんですよね。なので近くまで連れてこようとしたらこの川を下っていかないといけないんですよ。前のイルカみたいに雨だったらダメージを食らわないとかそういうわけでもないみたいなんですよね。なので常に水に当てた状態でとりあえずこの川を下っていくと。で川をなんとか村のところまでは MK さんつなげておりますので、その村のところまでは行けるんですけども、その後水族館に入れる時が大変なんですよね。でそこをどうしようかいろいろ考えたんですけど、 MK さんが一番早いって、あぶね、水に落ちたつもりだったんですけども、 MK さんが一番早いなと思ったのは、ここまでパーッと連れてきたらこっからガラスで上にトンネルを作って、その上から水を流してその中を通って上から入れると。ちょっと今日本語下手くそでしたけども、なんとなくイメージはついたんじゃないでしょうか。まあここの部分にトンネルができるという感じですね。今回はそれをなんとかやっていきたいと思います。となるとここからガラスを伸ばさないといけないので、1,2,3,4,5くらいかな。で中 3×3 のトンネルにしていきましょう。1,2,3,4,5 か、これ足りてる？あれ？村の方まで行ってませんよね。でこうしてこんな感じ、こんな感じ、オッケーオッケーオッケー。カミカミだな今日、大丈夫でしょうか。そしたらあーってってて、あそこ目指してなんとかガラスを伸ばしていきましょう。1,2,3,4,5,6。これさ、水流も消した方がいいかな、どう思う？水流はどうでもいいんでしょうか。いやでも一応消しとくか。そうだよね。なんか変に水流でこう MK さんが詰まっちゃってイカがダメージを食らいましたとなっても面白くないので、せっかくだからしっかり全部水源にしていきましょう。そしたらとりあえず、あ待って、ここまではガラス引きました。こんな感じで足場ブロックなくてもなんとかなりそうですね。MK さん足場ブロック最近忘れることはなかったんですけど、ちょっとあらららら、今回忘れてしまいました。こっからポンポンで、こんな感じ、どんどんガラスを置いていきましょう。一番端っこは置かなくてもいいんですけど、まあまあまあそこはねおしゃれということで。そしてイカというとさ、なんか今まで MK さん行ったことあるかわかんないけど、 MK さんねイカってあんまり好きじゃないんだよ、食べ物としてね。お寿司屋さんとかってイカ置いてるじゃないですか。でなんならね結構人気なネタの部類だと思うんですけど、なんかさ噛み切れなくない？噛み切れづらくない？どう思う？ MK さんはやっぱりさ、もう定番の土定番のサーモンとかが一番好きなんですけども、イカはね、いや味が美味しくないとは言わないんだけど噛み切れないんだよね。だからちょっと苦手意識があるんですけど、それは MK さんが安いイカしか食べたことがないからなんでしょうか。高いイカとか食べたことあったらなんかもしかして噛み切れる？美味しい？詳しい方いたら教えてください。いや高いイカって、いや食べる機会ないもんな。 MK さんは本当にね、あ待て待て、ペペ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 、ダメージを食らっておりましたが、たらららら、 MK さんは本当にね全然高い食材とか食べたことがない側の人間なので、なんか美味しくないなって思ってるのは実は安いのしか食べたことないからなのかなとたまに思ったりします。はい、ということで OK、 なんとかガラスの筒が出来上がりました。でここまでイカをこうやって運んできてこの上に行けばなんとかつながるんじゃないでしょうか。そしたら早速水を流していきましょう。待って、なんか詰まってねえか、危ね。なんとか水を流していきまーしょいしょい。
ちょっと MK さん今日操作おぼつかなくない？あんまり下手じゃない。あ、いた。え？え？え？うっそ、そんな勢いあった今。あれ？操作下手じゃないって言った瞬間やられんじゃん。うーわ、マジか。え？うっそ、今のさ、そんなに勢いがなかったような気がしたんだけど。体力減ってた？うわ、ま、確かにちょっとさっき食らってたけどさ、まさかやられるところまでとは思いませんでした。うわ、久しぶりにやられたんじゃないか。いつぶり？あれ？いつぶりの MK さんやられでしょうか。わかる方いたら教えてください。なんかちょっと前にバグでやられたことはあったかと思いますけど、純粋にやられたのはいつぶりでしょうか。うわ、マジか。あんまり最近やられてなかったんだけどな。はい、ということでここをパパパッと伸ばしまして、ネザライト装備とエリトラだけしっかり確認していきましょう。この辺り回収して、全部ありますか。ネザライト4つとエリトラ OK、 なんとかありました。これだけはね、なんかみ間違え見つからなくて、なんだろう、目に入らなくてっていうのか。今日大丈夫？なんか目に入らなくてロスッターってなったらシャレにならないので、しっかり確認していきましょう。そしたら水中にするのはもう一段上げた方がいいよね。そうだよね。じゃあここまでパーッと上げまして、でこっから屋根を作っていきましょう。声が裏返りましたが、こんな感じかな。あれ、どうだろう。いや、いいよな。こうやって屋根を作って、うわ、2マスで通れる。3マスにする。ここもあんまりガラス使うと後で片付けんのめんどくさいぞ。じゃあこんな感じにしようかな。でここでガラスをポンポンと置きまして、なんとか水中トンネル作っていきましょう。若干滑舌も悪いし、ちょっと今日 MK さん不調ですね。不調の MK さんで申し訳ありませんが、ここのハーフブロック一旦ガラスにすっか。ちょっと怖いもんね。ポンポンポンと OK。で、今度は水を流していきたいんですけど、一旦夜なんで寝ましょう。水を流すので、バケツで水をすくいたいと思います。いや、なんか、ちょっと今日、滑舌も悪いし、やられるしで散々なんですが、取り直しませんよ。MK さんはね、ありのままを、ちょっと皆さんにお届けしたいなと思っておりますので、あんまりこういうので撮り直すことはやめました。昔だったらね、噛んだりしたら結構撮り直してたりカットしたりとかしたんですけど、まあそれも味ということでいいんじゃないでしょうか。そしたら上に上がってなんとか水を敷き詰めていきたいと思います。一番下からやった方がいいよね。そうだよね。で1個ずつ水源にするパターンが一番簡単なんじゃないでしょうか。ポン、ポンの、ポンと。でそしたら一旦バケツ回収して、ほいほい、でほいほいと。でここでこれを、こうを、あー、間違えた。はい。で、あ、いってる。あ、無限水源なってんね。そしたらこうして、こうで、こっからまたすくって、で、あー、違う何やってんの。でここでポンポンと OK。 よーし、じゃあこんな感じでとりあえず上まで水源化していきましょう。はい、とりあえずここまで水源化することはできました。そしたらこっからさらに水で埋めていくんですけど、その前にこの辺りをしっかり壁にしておいた方が良さそうですね。2マスあれば中に入れるとは思うので、ここを開けておくんですけども、その前にここ壁を作っておきましょう。そうしないと水が溢れ出て村の方まで行っちゃう可能性があります。よーし、じゃあ行くぞ。ほいほいのほいと。で、あとは、とりあえず伸ばしていけばいいんだな。はい、こんな感じ。で、ここはもう無限水源化されているので、取り放題と。ほい。で、こう来て、こう来て、で、最後は水流にしておこうか。そうすれば、最後流れやすくなりそうですね。よーし、じゃあ、ここまで、そこ、さらに水源化していきましょう。ほい。で、こう来て、こう来て、待って、もうこんな感じでよくない？どう思う？ちょっと待って、一応さらにバケツに水を汲んでと。
どう？これでイカをここまで持ってきたら、あ、いい感じかも。水流に流れて最後落ちていくと。で、ここ今開けちゃうと、あの、カメとか、あとイルカが登ってくる可能性がありますので、一旦ここは開けずにしておきましょう。ちょっと待てよ。漏れんな、漏れないで、あ、漏れた。あ、帰っていった。あ、待て、大丈夫か。よし。じゃあこれでとりあえずイカを運ぶための水中トンネル完成しました。下から行くとこんな感じ。ここを、はい、首紐付きで上に行って、でさらにここまで来たら流れていくと完璧でしょう。ここまでやったらさ、もうイカも絶対無傷で運べるかと思います。ということで次回ですね、次回なんとか首紐を使ってイカを運んでいきたいと思います。でせっかくだから発光するイカだけじゃなくて普通のイカも運んできましょうか。何匹ずつぐらい持ってくる、ちょっとまだ考え中ですけど、ぜひなんか案があったら教えてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。